ポルシェマカンがフェイスリフトを実施、パワー向上を図っているほか、デザインもリフレッシュされました。全体的にブラッシュアップポルシェは来年発売される新型のマカン EV に先立ち、現行モデルの2回目のフェイスリフトを実施した、パフォーマンスの向上、スタイリングの微調整、キャビンの全面的な見直しを行い、リフレッシュされている、標準仕様のマカン、 SGTS S はいずれも従来よりもパワフルになったターボは廃止。エントリーモデルのマカンは2.0リットルターボ4気筒エンジンを搭載しているが最高出力は 244PS から 265PS に向上したマカン S の3.0リットル V6 は2.9リットル V6 に変更され最高出力は 26PS アップの380 p s PS となった両モデルともにトルクがわずかに向上したため時速 0100km 加速のタイムが短縮されている一方マカン gts は2.9リットル v6 にチューニングを施し廃止されたマカンターボにほぼ匹敵する最高出力4 4 0 p s 最大トルク 55kgm を発揮するポルシェによると時速 0100km 加速は4.3秒。最高速度は時速 272km に達するというパフォーマンス重視の GTS。これまで同様 GTS はダイナミックなパフォーマンスを重視しており、トルクベクタリング、車高を 10mm 低くするスポーツエアサスペンション、高高性のエアスプリングを採用し、素早いステアリングレスポンスと安定性の向上を 追求しているフロントグリルの形状変更、リアディフューザーの改良、標準装備の LED ヘッドライト、19から21インチの体型ホイール、7種類の新デザインを用意など、ラインナップ全体でスタイリングの変更を行い、現行モデルとの差別化を図っている GTS では、ポルシェの伝統にのっとり、ブラックのトリムと専用のリアディフューザーが、 採用されている最新デザインのタッチパネル採用。デザインの刷新が最も顕著なのはインテリアだ。センターコンソールとコントロールスタックのデザインが変更され、カイエンやパナメーラと肩を並べる最新のレイアウトとなった。最もわかりやすい変更点は、センターコンソールのギアセレクターの両側にあった物理的なボタンとスイッチが廃止されたことだ。 その代わりにタッチパネルが採用されており、ギアセレクターの小型化と相まって、スッキリとした印象のセットアップになっている。10.9インチのインフォテインメントディスプレイは引き続き搭載されており、まだ確定ではないが、世代交代する前に、ポルシェの第6世代インフォテインメントソフトウェアプラットフォームにアップグレードされるものと思われる。その他にも、 デザインの自由度を大幅に広げるというパーソナライズオプションが多数追加された。ダッシュボード中央のアナログ時計はこれまでオプションのスポーツクロノパッケージに含まれていたが今回の改良で全モデルに標準装備された。マカンは進化するポルシェのラインナップの中で重要な役割を担っており2014年の発売以来60万台を販売しているという 女性の購入者も増え続けているようだ。日本仕様の価格は、マカンが754万円、マカン S が977万円。